マハマドイスフは、ニジェールの政治家、ハウサ人、第6代大統領、を、タウア地区にあるドンダ人に生まれた。専門的な技術者で、1980年から1984年にかけて、ニジェールの工業会社サメアの事務局長になるまで、鉱山の局長を務めていた。アイサタ、イスフ及び、第二夫人のマリカイスフマハマドと結婚している。 1993年から1994年にかけてニジェールの首相、1995年から1996年にかけてニジェールの国民議会の議長であり、1993年以降、すべての大統領選挙に出馬していた。イスフは1990年の設立から2011年に大統領として当選するまで社会。 民主主義政党にジェール民主社会主義党を率いていた。タンジャマ・マドの大統領任期中、イスフは最大野党のリーダーであった。イスフは2011年大統領選挙に勝利した。2011年4月7日、2010年2月19日から民主主義復興最高評議会の議長として政権を握っていたサルジボーの公認として大統領に就任した。 イスフは首相にトゥアレグ人のブリジ・ラフィニを任命した。2011年7月にイスフの暗殺計画が露見し、ニジェール軍の少佐と注意他た3人の兵士が逮捕された。2015年12月にはクーデターのクワダテを阻止したと発表した。2016年大統領選挙では野党勢力が投票をボイコットしたことも手伝って再選。 2019年10月21日に、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の議に参列した。2010年制定の憲法では参戦を禁止しているため、規定に基づき2020年の大統領選挙には立候補しなかった。2021年4月2日、選挙で勝利したモハメド・バズムへ、大統領職を譲った。 ニジェールの歴史上初めて民主的に大統領に選出され憲法に則っ,って辞任を表明し民主的な政権交代を実現した功績が評価され2021年3月にイスフはアフリカの優秀な政治家に送られるもイブラヒム賞を受賞した。ありがとうございます。